こんにちは、ドライトニュースの時間です。 Java 版マインクラフトバージョン 1.15.2 のプレリリース2が登場しました。主にバグ修正のアップデートとなります。そしておそらく最終的なプレリリースとなり、バージョン 1.15.2 の正式リリースは来週になる予定だそうです。それでは行きましょう。マイクラトピックス。こちらのニュースはちょっとした変更点やバグ修正など細かい情報を Google 先生で翻訳した通りに紹介するコーナーです。それでは紹介していきましょう。シングルプレイヤーの世界から切断すると、ウィンドウタイトルにマルチプレイヤーサードパーティーが表示される問題を修正しました。低レベルの効果をオーバーライドする特定のポーションの効果は持続時間が終了した後に削除されない問題を修正しました。レベル2のビーコンの近くでレベル1のポーションを飲むと効果が失われる結果になる問題を修正しました。植えられた木から蜂の巣を作成するとクラッシュする問題を修正しました。バージョン 1.15.2 プレリリース1に古い世界の保護がなかった問題を修正しました。以上、 Java 版マインクラフトバージョン 1.15.2 のプレリリース2のアップデート内容でした。バージョン 1.15.2 は来週あたり正式リリースなので、プレリリース1と2の変更や修正内容が登場します。特にハニカムがホッパーに全部回収できるのは嬉しいですね。それでは良い一日を。